今年は府中が舞台のマイルチャンピオンシップ南部杯。特別な一戦でファンと勝利を分かち合うのは誰だ。3番人気にはエスポワールシチー、2番人気を紹介しましょう。トランセンド、威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘、2大ダート戦覇者スマートファルコン1番人気です。気合十分、いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。芝からダートに入ります。トランセンドとスマートファルコン、この2人が競り合っているぞ。向こう正面中間に入っていく。トランセンド快調に飛ばしていきます。トランセンド先頭に立ちました。続いてスマートファルコン、早くも激しい競り合い、少し離れてレスコアルシー。4番手には8番、5番手には7番、その外並んで12番、2番並んできた、外には11番、さらに9番、1馬身差14番。それを見るようにファルコだけを見つめて、誰よりも強く可愛く輝くからね。少し後ろから6番10番、その後ろに3番、その外並んで1番、意気揚々と先頭行きます。トランセンド、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。大手焼きを越え4コーナーへ。この直線で勝負が決まるぞ。スマートファルコン前を狙っているぞ。さあ外から先頭を狙うのはスマートファルコン。さあ最終コーナーを曲がって最後の作戦コースに入った。並びかけてたのはスマートファルコン。400を切りました。リードを開いていくスマートファルコン。スマートファルコン足色は衰えない。スマートファルコンリードは1馬身、残り200。スマートファルコン逃げる。スマートファルコン突き放す。お見事、スマートファルコン着差以上の強さを見せた見事な勝利です。マイルチャンピオンシップ南部杯を制したのはスマートファルコン。ダート界の強者たる実力を見せつけました。2着はトランセンド、3着はエスポワールシチー。馬ドル伝説は止まらない。